どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。今回は、相手のスライスのボールに対して自分がどういう風に対処したらいいかということを説明していきたいと思います。で、僕の場合は片手バックと、まあ、僕スライスよく使うんで2パターンを説明していきたいと思います。まず、スライスっていうのはボールが跳ねにくいんですね。やっぱりボールバウンドした後は低く伸びてくるような感覚になってくるので、まずトップスピンを打つ、まあ、僕だったら片手バックですね。片手バックを、スライスのボールを片手バックのトップスピンで返す場合は、スライスっていうのは基本的にあまり回転していないか、トップスピンと逆の回転がかかってしまっているので、いつも以上にトップスピンの回転をかけるためにも、できるだけボールの下からラケットを振り上げるということを意識して僕はやっています。だからボールの回転をいつもより 1.5 倍ぐらい、かけるっていうイメージでやってますね。まあ、そんなになんか甘いスライスだったらそんなことしないんですけど、本当に滑ってくるようなあの低いスライスの場合はもう回転がよくかかってたりとかするので、回転量逆にいっぱいかけないとコートが収まらないので、って言ったら普通にクライスしたら無回転でフラットに飛んでいくってことになりますから、トップスピンで返したいですから、できるだけ回転量を多く振り上げるような感覚でボール打ってるんで、はい、これをちょっと意識してやってみたいと思います。まずトップスピン、はい、こういうボールです。今みたいなボールはものすごく回転がかかってて遅いので、アイボールはしっかりと下から上のスピンを振り上げるような感覚で回転をかけています。で、スライスってトップスピンと違ってボール遅いんで、しっかり足動かしてくださいね。ボールバウンドするまでトップスピンと同じ感覚でボールをマックしちゃうと、あ、こういう人多いんですよ。早く足を止めてしまって手でタイミングを取ってしまう人、そうではなくてしっかりとボールがバウンドするぐらいまで様子を見て、足動かしてから止まってからしっかりボールを打てるようにしてください。焦られなくていいですからね。ボールはゆっくりですから。で、 UFO のように飛んできますから、ボールはしっかり伸びてくるということを頭に入れながら練習してください。はい、はい、スライスの処理、次は、スライスをスライスで返すっていうのをやっていきたいと思います。ポイントはスライスのボールをスライスで返すって、スライスは基本的に上から入らないとダメなんですけど、スライスって打たれたスライスは低いでしょ。それをスライスで返そうと思ったら、どうしても持ち上げようとしてる人いるんですよ。これするとスライスの時目上向いてますから、上に飛んじゃいますから、ね、スライスは上から入らないとダメですから、上から前の意識をしっかり持って練習してください。スライス低いボールだからと言って下から上に持ち上げようというスライスはやめてください。しっかり形を守って上から入る、上から前に丁寧にラケットに乗せる感覚でやってみてください。ちょっとやってみます。そうですね、前に、しっかり上から前に、下から出てしまうと、あ、持ち上げないか、見て、こうやってここに当たってしまったり、今僕ここに当たりましたね。何も意識していないのにかかわらずフレームショットになってしまったのは、平行にラケット出してしまって上に持ち上げようとしてしまったからです。ではなくて、ちゃんと上から、どんなボールが来てもスライスボールっていうのは上からラケットを持ってきて前に運ぶということを意識して練習してください。トップスピンは下から上で結構なんでね、トップスピンは下から上、スライスはしっかり上から下で、あ、上出せない、上から前にラケットを飛んで丁寧に返球してあげてください。皆さんもぜひ試してみてください。はい、それでは両手バックの、スライスの、返し方をちょっと説明したいと思います。両手バックの場合は、まあ、先ほど智也も言ったんですけど、ボールがゆっくりなんで、そのボールに合わせて足を動かしてしまうと、意外とこうボールが滑ってきたりした時に、まあ、間に合わないとか、意外とこう遅れてしまうっていう場面が多いんで、
できるだけ丁寧に足を動かす、細かく足を動かす、ゆっくりなボールほど細かく足を動かして丁寧に打っていくっていうのがまあ大事なんですけど、もう一つはボールが少し低い状態で、なんか逆回転がかかってるんで、上からこう入って大きく振ってしまうとボールが飛びすぎる可能性があるんで、ボールは縦回転がかかってるとそれだけこうグッとラケットに乗ってバーンと、なんですかね、飛びもちょっと抑えめになるんですが、逆回転がかかってるとボールはその上に方向に行きやすいんで、やっぱりボールがこう飛びやすくなってしまうんですよ。アウトミスだったりサイドにこう出てしまうっていう可能性が高いんで、できるだけコンパクトに、コンパクトにボールの高さに合わせてラケットをセットする。でプラスで上からこう入りすぎるんじゃなくて、低いボールの場合は後ろの足をちょっと曲げてあげる、自分自身が低くなるイメージ、自分自身が低くなるイメージ、こうならないように自分自身が低くなって、あまり体も回りすぎるとボール飛びすぎてしまうんで、少し体の回転も抑えめで、顔を残す形で終わってもらうと、まあ少し回転をかけてまたさらに返せることができるんで、やってみたいと思います。しまうと今みたいにブレが生じやすくなるんで、できるだけあまりこう打ちすぎてしまうとアウトしてしまうんで、ボールはスライスっていうのは飛びやすくなるんで、できるだけコンパクトに、できるだけコンパクトに打つようにしてください。上から入りすぎるとボール下行きやすいんで、で持ち上げるってなると、そのままボールも飛びやすくなるんで、後ろの足を曲げて低くなった状態でできるだけコンパクトに合わせてあげる。だからイメージとしては長くこうグーッとボールを乗せて、持っていくというイメージよりも、まあ、ちょっとこう弾くようなイメージ、スライスは結構こうボールが乗りにくいんで、イメージとしてはちょっとこう弾いてあげるイメージで打ってあげる。フォロースルーもちょっと途中でパーッと止めてあげるイメージがいいかもしれないです。最後まで振らなくても途中で止めてあげるイメージ。ガサガサ。最後まで振りすぎてしまうとこのようにアウトしてしまいやすいんで、ちょっとこう低くセット、コンパクトにセット、パーッとちょっと弾くようなイメージ。ボールを、フォローセロをちょっと途中で止めてあげるようなイメージやっていただいたら、まあ、いいかなと思います。